オフェク3オフェクはイスラエルの偵察衛星シリーズ。1988年にオフェク1が打ち上げられ、この衛星はイスラエルが自国で打ち上げた初の衛星であり、イスラエルは世界で8番目に自国の能力で衛星を打ち上げた国となった。オフェクシリーズはオフェク8を除きすべてパルマヒム空軍基地からシャビトロケットによって打ち上げられている。 イスラエルエアロスペースインダストリーズが設計、製造を行い、エルビットシステムズのエルオーパス部門が、工学機器を提供している。正確な技術データや性能は、機密扱いとなっている一方、オフェクは、紫外線及び、可視光画像センサーを搭載し、効果的な運用の寿命は1年から3年と、推測されている。初期の報道には、 バグダードのナンバープレートが解読できるほどの能力を持った偵察衛星と書かれていたが、これは物理工学的に不可能である。最新のオフェク級の識別能力は50センチをはるかに上回っているとされる。イスラエル以外の国は地球の時点を利用して人工衛星を乗せたロケット東に向けて打ち上げることで打ち上げ能力を向上させているが、オフェクは 西の地中海に向けて打ち上げられる。これは、イスラエル国内や中東の他国に、ロケットの部品が落下することやロケット自体を上空を通過させることを回避するためであり、打ち上げ能力の点では損失となる。オフェク以外のイスラエルの人工衛星、例えばエイモス通信衛星や、商用地球観測衛星エロスなどは、他国で打ち上げを行っている。 オフェクの軌道傾斜角は36度で昼間に中東領域を撮影できるようになっている。中東上空を昼間に6度ほど通過するのでアメリカ合衆国やロシアの偵察衛星よりも頻繁に周辺国を監視できる。打ち上げから数ヶ月後にはこの最適カバー領域が低下するがそれでも中東を十分にカバーできる。アローミサイル防衛システムと共に衛星をトルコに 売却する話が持ち上がっており、実現すれば、トルコの軍事、長報能力は飛躍することになる。オフェクイチ1988年9月19日に打ち上げられた試験衛星。重量 155kg で、近地点 249km、遠地点 1149km、軌道傾斜角142.9度の楕円軌道。主に太陽電池と、 無線通信の実験を行った。オフェク2990年4月23日に打ち上げられた監視衛星。近地点1 4 9トル遠地点2 5 1トル軌道傾斜角143.2度の楕円軌道。通信試験も行った。1994年9月15日にオフェク衛星が打ち上げられたが、打ち上げに失敗した。 オフェク31995年4月5日に打ち上げられたイスラエル発の写真偵察衛星。重量 225kg でシャビトの新型によって打ち上げられた。オフェク41998年1月22日に打ち上げられたがロケットが原因で軌道に到達せず打ち上げは失敗した。オフェク52002年5月28日に打ち上げられた。 衛星寿命を延命するためにミッション途中で軌道変更が行われている。オフェク62004年9月6日に打ち上げられたがシャビトの3段目が原因で軌道到達に失敗し海に落下した。オフェク7オフェク7の打ち上げ2007年6月11日に改良型のシャビト2で打ち上げられた。オフェク8名称はテクサー合成海溝レーダー衛星に使用された。 この衛星は2008年1月21日にインドの PSLV ロケットにより打ち上げられた。オフェク9 2 0 1 0年6月22日に打ち上げられた。オフェク1 5星開口レーダーを搭載した偵察衛星で2014年4月9日に打ち上げられた。ありがとうございます。